はい、皆さんこんにちは。ハーレーダビッドソン東久留米の伊藤誠です。今日はですね、はい、CVO、こちらがですね、発表になりました。ハーレーダビッドソン、The All New CVO、ジャパンプレビューイベントにご来場いただきまして、誠にありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、ご覧のようにですね、たくさんの方をお集まりいただきまして本当にありがとうございます。2023年は我々のハーレーブランドがこの4人のファウンダーの情熱を持ってですね、スタートしてから実に120年の歴史の年でございます。ということで今回お届けするハーレーダビッドソンの新しい CVO、 ハーレーダビッドソンの新しい時代の幕開けを示す商品になっております。早速皆様に新商品をご覧いただきたいと思います。お話ししたいのはやはり新しくなったミルウォーキー8の VVT121 エンジンでございます。数字で分かっていただける通りですね、今回の車両は従来の117から排気量が上がっています。しかしながら排気量が上がっただけっていうわけではなくてですね、新しい機構がふんだんに取り入れられて性能もさらに大幅に上がっています。具体的に言いますと VVT という名前が示す通りバリアブルバルクタイミング油圧でバルクの位相を変えるこの機構が入っておりまして、この効果としましては燃費、それから低速の動力が大幅に上がっております。なおこの機構を実現するにあたってですね、燃料の流量ですね、ここについてはバカレース皆さんご覧になったことあるかと思いますけど、ああしたレースのですね場で培われたテクノロジー、それからダイナミックな流体シミュレーション、これを使いまして徹底的にチューニングがされております。これによりまして低速の音が非常に強く、かつ燃費環境性能がいいということになっています。はい、ということで、排気量が上がりテクノロジーをふんだんに導入した CVO ですけれども、数字上のですねパフォーマンスも大幅に上がっております。まず環境性能につきましては、最新のユーロ5、フェーズ2に適合している。と同時にですね、出力ピークパワーが115バイト、それからピークトルクが183ニュートンということで、強豪の追従を許さない非常に強力なパワーになっています。実にですね、先代モデルの117と比較しまして、パワーでプラス 9.5%、 それからプラス 8%、一般的に大体3%、4%を超えてくると体感十分できると言われますけども、そこにおきまして 9%、 ほぼ 10% ですね、ほぼ 8% ということで、皆さんのお乗り立ても十分体感いただけるかと思います。私は不幸なことにですね、昨年ですねプロトタイプを乗る機会がありました。普段117エンジンを乗っていまして、117でも非常に走りがいい、全く曲がらないなと思っていましたけど、新しい121エンジンは全くそのさらに1段2段を上げる感じでございます。はい、ということでですね、デザインは素晴らしい、走りも素晴らしいというお話をしましたけど、最後3つ目ですね、テクノロジーのお話をさせていただければと思います。これについてはやはり申し上げたいのはインフォテインメント、スクリーンですね。今回の CVO はスクリーンが全てデジタルメーターになっ
ものすごく綺麗なアームになっています。このオープニングのスクリーンですね、10代目でも出ましたけれども CVO というのが出てきたら本当になんかゾクッとするような感じの車両になっています。で今回の新しい、ディスプレイですけれども12インチで非常に大きい、それから ハイコントラストのスクリーン機で、ウルトラアーキテクチャーという最新世代の、プラットフォームで実現されております。これは、自動車の方でもデジタルメーター最新になっていますけれども、その中でも、秀逸なものと言っていいかと思います。そして、デジタルの特徴としましていろんな表示ができるようになっています。目的に応じて選択できる大きく3つの、ディスプレイオプション、それからその1つ の, このモードの中でも細かいところを変えれる、そういった優れものになっております。こちらがのクルーザーモードという、標準的な回転でスピードを表示するものですね。続いての表示はスワーというナビゲーションもしくはマップに特化したものですね。これだけ大きなマップが見えたら本当にどこで曲がればいいかとか迷う必要もないかなという感じですけども、メーターを通じまして、スピードやエンジン回転と、表示すべき情報はもちろんナビゲーション、それが音楽、さらには、ライブモードといったですね、車両設定もできるようになってございます。はい、こちらがですね、スポーツモードですね。もうとにかくエンジンの回転に集中する、もう走りに特化したモードになりますけども、今回の、この CVO ですね、このメーターが綺麗なだけじゃなくて操作面も非常に優れております。従来通りですね、こうハンドコントロール、ハンドル周りのスイッチは、当然ですけれども大きな綺麗なスクリーンをタッチしてですね、選択することもできます。さらにはボイスコマンドのスイッチをして音楽あれかけてこれかけてみたいなのもできる、そういうボイスコマンド3つの方法式から選べる、走行中でもですね、迷わず操作できるようなアームになっています。さらにはハーレーダビッドソンの強みでもありますアップルカープレイが使えますということなんですけれども、今回のモデルからワイヤレス接続ですね、コードを接続することなく使えることになっております。さらにはメーターが多機能だというお話しさせていただきましたけれども、当然ながらスマホのアプリケーションが増えてきてますね、その分車両で楽しめるものが大きくなりますので、さらに拡張性が高いというのが特徴だというふうに思っております。皆さんもウェブ等でチェックしていただいたらと思います。スタンダードのカラーでありますダークプラチナム、こちらが549万7800円でございます。それからスペシャルカラーのウィスキーニートですね、こちらが71万5000円のオプションで、足しますと621万2800円ということになります。値段見て550万の倍かなと思われる方もおられるかと思います。一方でご存知かと思いますが、仙台モデルは実は505万円でございました。仙台モデルからデザインがこれだけ大きく変わり、排気量が大きく、そして最新技術が入ったエンジン、加えて最新のインフォテインメントがついたということで、プラス45万円、我々としては頑張って値段をつけさせていただいたつもりでございます。思いとしましては、その戦略的な値段でですね、できるだけ多くの方にこの CV をお楽しみいただきたいということでございます。はい、ということで車両のお話をさせていただきました。もう装備がふんだんの CVO ですけれども、ハーレーといえばカスタマイゼーションということで、この CVO についてもですね、例えばラゲッジ、それから操作類、そしてエンジンとですね、カバー類、こういったカスタマイゼーションのパーツも揃えております。買っていただいた後も自分だけの1台を仕上げていただけるような思考も凝らしております。またハーレーといえばやっぱりアパレルですね。やっぱりハーレー乗るんだったらハーレーのかっこいいアパレル着て乗りたいよ、やっぱりハーレーの革ジャンが一番似合うなと言っていただける方が多いと思います。今回の新事業のデビューに合わせまして最新の機能を持った革ジャンをですね、発売しております。もしよろしければですね、そちらの方もご検討いただければというふうに思っております。はい、ということで、CVO のご説明させていただきました。先ほど申し上げたプロトタイプの試乗会で現地のエンジニアと話しました。彼らも20年以上勤め上げているデザイナー、それからエンジニアですね、開発者ですけれども、彼らが一応に言ってたのは、これだけ大きな変化、これだけ素晴らしい車両が出るっていうのはハーレーダビッドソンの歴史の中でも一回あるかないか、自分たちがハーレーに勤める中でも本当に一瞬にしてあるかないかの大きな出来事だ
持を持って言っておりました。それだけ素晴らしいお言葉だというふうに確信しております。